グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本例にメキシコ東京五輪2023位決定戦、東京五輪男子サッカー3位決定戦が6日に行われ、U24 日本、表は、U24 メキシコ代表と対戦している。今 C の J リーグはダゾーンで、 いつでもどこでも簡単視聴。1、ガツ無料をお試し実施中、銅メダルをかけた対一。2、日本は現時点のベストメンバーを揃えた。決勝の U24 スペイン代表戦を、出場停止で欠場。テイタ、DF、富安武博が先発に復帰。中二日という現位日程だが、攻撃の軸である MF、久保竹房や MF 同案も引き続き、 スタメンに名を連ねた。一方、メキ、コア10番の FW、ディエゴ・ライネスがスタメンに来、来こちらも準決勝の U24 ブラジル代表戦で、延べ、戦と PK 戦をこなしてからの中2日という厳しい、ケジュールながら、モチベーション高く決戦、臨んできた。試合が始まると、いきなり、日本に、うんちが訪れる。11分。 ドリブルで仕掛けてきた FW はクシスベガオ MF エンド藤渡るがペナルティエリア角で倒してしまいメキシコに PK が与えられるしてその PK を FW セバスティアンコルドバに決られ失点を喫してしまったさらに22分今度はルドバのフリーキックに DF ヨハンバスケス頭で合わせてゴールネットを揺らす縦属に失点した日本は 早い時間帯に2点のビハイ、どう背負ってしまった。反撃したい日本は25分、再度部深くでボールをキープした、久保のまた、キパスから、MF、相馬勇希が、ドリブルで切り込む。シュートを放つ。しかし、右足から放たれた位置、は惜しくも枠外に。31分には遠藤からの縦パス、受けた、FW、林第一が反転し、 そのまま中央を突破でシュートまで持ち込むが、GK ギジェルも弱に阻まれてしまった。日本の攻撃はゴーへの流行る気持ちが抑えられないのか、なかな連携が噛み合わず、個々の仕掛けこそあるが、そ先のチャンスには繋がらないままボールを割れて反撃を食らう展開が続いた。メキシコ、セットプレーからの2得点で主導権を握られ、意をそがれた日本は、 苦しい状況のまま前半、両。銅メダル獲得に向けて窮地に立たされてる。得点者、13分0、1セバスティアン・コルドーバ、メシコ22分0、2ヨハン・バスケス、メキシコ、両。<music>